ネット競馬ニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。6月18日金曜日、本日のニュースを担当いたします、大岡の奇跡もちももみです。それでは本日のニュースです。ももみの血筋の道筋。はい、このコーナーでは血統勉強中の私と血統での穴馬予想を一緒に学んでいこうというコーナーです。今回は6月20日日曜日、阪神芝 2000m で行われるマーメイドステークスから探していきたいと思います。予想1番人気は秋華賞3着、前走3勝クラスシドニートロフィーを勝ち上がったソフトフルート。この勢いのまま重賞初制覇となるでしょうか。続いて重賞常連のシャドーディーバ、福永騎手との初コンビで勝利を狙います。サンクデュエルは前走福島牝馬ステークス3着からの挑戦、新山記念以来の勝利となるでしょうか。今回注目の血筋はこちら、ノーザンダンサーのクロスに注目。そもそもクロスとは近親交配のことで、血統表でいう母、父、どちらの血統表にも同じ馬名が入っている状態を言います。クロスを持っている馬はそれだけその馬の血が濃く、当然親の特徴を継承しやすくなります。過去レース馬券に絡んでいる馬のクロスを調べてみたところ、ノーザンダンサーのクロス持ちの馬が多く、今回はノーザンダンサーのクロスを持っている馬に注目して考えていきたいと思います。出走馬の中ではアッシェンプッテル、アブレイズ、カセドラルベル、サンクデュエール、シャドーディーバ、シャムロックヒル、ソフトフルート、フィリアプーラ、レッドベルディエスの9頭が持っていました。以上の血筋を踏まえた私の注目穴馬を3頭ご紹介したいと思います。まず1頭目はこちら、フラベルです。エピファネイア3区母父キングカメハメハのフラベル、前走3勝クラスシドニートロフィーでは勝ち馬ソフトフルートに惜しくも 0.2 秒差の4着、タイム的にもそこまで離されておらず見せ場は十分でした。4走前大原ステークスでも大阪杯で圧倒的な強さを見せたレイパパレを相手に3着と大健闘。この実力で今回51キロという斤量で出走できるのは大きいと思います。また母ディアデラマドレは現役時代2014年マーメイドステークスを制しており、血統的にも注目の一頭です。そして2頭目はこちら、シャムロックヒルです。約5ヶ月の休養明けでの出走となります。リズナ3区母父タピットのシャムロックヒル、サンデーサイレンス系はやはり毎年馬券によく絡んでおり、今回注目の血筋ノーザンダンサーのクロスを持っています。両芝が得意なことから、ある程度力のいる馬場の方がシャムロックヒルに合うと思っているので、舞台適性も高いのではないでしょうか。そしてなんといっても今レース最軽量班での50キロで出走できるという点も魅力的。2019年マーメイドステークスを制した阪神サラスに続き勝利してほしいです。3投目はこちら、レッドベルディエスです。ディープインパクト3区母父アンブライドルズソングのレッドベルディエス、過去データからディープインパクト3区は人気薄でもマーメイドステークスで好走することがとても多い血統。また今回注目の血筋ノーザンダンサーのクロスを持っています。ビクトリアマイルではうまく力が発揮できなかったものの、2走前アスカステークスでは今レース人気を集めているソフトフルートに迫った赤い糸に見事先着、斤量なども考えると大きな勝利だったと思います。阪神も合っていそうで期
待したい一頭です。毎年波乱が起こっているマーメイドステークス、今年はどのような結果となるでしょうか。今週も競馬を楽しんでいきましょう。以上、本日のネット競馬ニュースフラッシュでした。